四条天皇は日本の第87代天皇、意名は秀人、ご堀川天皇の第一王子。母は九条道家の娘、中宮の九条子。管理3年2月12日に一条室町邸で誕生。同年4月11日に新王となり、10月28日にご堀川天皇の皇太子に建てられる。上映元年十月四日父天皇の上位に、 伴って2歳で、戦争、12月5日に即位。任時2年1月5日に元服し、12月13日に、苦情被告を入れて、尿布としたが、不慮の事故により、翌任時3年1月9日に放御。放散12、同月19日に、四条院と、追放された。わずか12歳で放御したため、巫女,女はない。天皇は幼少であり、 はじめは父である、ご堀川上皇が陰性を敷いた。だが、翌天伏元年に、母の茂平き門が、同二年には、父の上皇も崩御した。このため、外祖父の宮上道家とその周都の西恩寺工業が、事実上の政務を行っていた。また、生前の上皇の意向に従って、天皇は、千明門院の勇士となり、さらに彼女の養女で、 五堀川上皇の中宮のでもあった、この絵長庫を順母に迎えさせて母親代わりとした。また、上皇の実子であった、李氏内親王も、天皇の順母となった。彗星にたたられるが、備中国宝福寺の生倉養理絵僧の祈祷により、回遊し、道寺は、直眼寺となる。法御については、幼い天皇が、近所の人や女房たちを転ばせて、楽しもうと試みて、 御所の廊下に貸石を撒いたところ、誤って自ら転倒したことが直接の原因になったという。突然の放御を不可思議に思うものが少なくなかったようで、巷では後鳥羽上皇の怨霊や自炎のたたりによるものとの噂が立った。転倒した経緯から、その死因を脳座症とする臆説もある。右大臣であった九条忠江とは同年配で、 想像しいほどの遊びばかりで朝夕を共に過ごしていた。四条天皇自身も実際は、かなりのいたずら好きだったようで、滑石を撒いたのもその一環だった。父、ご堀川天皇の兄はいずれも出家しており、自身には、男兄弟がなく、巫女もいなかった四条天皇の死により、森貞神皇の血統から、後位継承が可能な巫女を与えた。やむなく、 後鳥羽上皇の血統から時代を選ぶこととなり、九条道枝有力区業は、淳徳上皇の御子、忠明王を押したのに対し、幕府は、土見門上皇の御子、国人を押し、このやりとりの末、11日間の空域期間が発生した。なお、潜入時を再興した春城を天皇の前哨とする説があり、その理由の一つとして、天皇が春城と、 同じく大根を好んで食べたということが伝えられている。順母に、おばりしない新納、及びこの絵長子月林料料は、宮内庁により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の千流寺内にある、月林寮に事情されている。宮内庁上の形式は、石像九十島なお、父のご堀川天皇観音寺寮も、千流寺の寺内父に所在している。 人事3年1月19日に入館、同月25日に、千入寺屋と山の棟梁に、ぐ葬された。現存する三笹木は、九十石塔である。この領地は、344年後の天正14年に、陽光院大城天皇が、ぐ葬されて、以降、小水能天皇から、任工天皇に至る十三代の天皇を及び、皇后梁が営まれることとなった。 また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。四条天皇は、巫子女を作らないままに崩御し、森貞親王の血統が絶えた。もともとこの系統は、上級三年の上級の乱で幕府に敗れた、後鳥羽上皇の血統以外の者に行為を継承させるという鎌倉幕府の方針のもとに、 当時10歳のご堀川天皇が即位したことに始まったが、実父である森貞親王も天皇の二人の実刑もすでに僧侶となっており、しかも即位の2年後には森貞親王も亡くなったために幼少の天皇だけが残されるという高等断絶の危機と隣り合わせの状態となった。この状態は成人したご堀川天皇が、 史上天皇を設けたことで一時的には解消されたが、他に御子を設けることなく、御堀川上皇は23歳で、宝御、またもや当時4歳の史上天皇のみが残される、状況になった。このため、公家社会には、高等断絶の危惧が常につきまとい、公家の中には、史上天皇在世中より、その宝御の夢を見る者がいたという。史上天皇の宝御により、鎌倉幕府は、 新たな天皇を選ばざるを得なくなった。九条道下等の苦行たちが推す純徳天皇御子の忠だ明らを,を退け、執権、北条安時は土見門天皇御子の国に王を即位させたが、この際に11日間の空位期間が発生し、帝心の嘆きは甚だしかった。天皇空位は聖徳天皇から、 公認天皇に至る神語慶運4年の55日間以来472年ぶりで、以後は、昭光天皇から、小花園天皇に至る昭徴元年の7日間まで186年間、起こらなかった。ありがとうございます。